順将、ルナ・フレーナと指輪の捜索はどうなっている？はっ、目下全軍で祭壇を攻撃中ですが、前方に巨神が立ちふさがり苦戦を強いられています。巨神がノクティスを守っているのか。戦闘が長引けばルイス王とカンナギを生きて捕らえるのは不可能。祭壇には私が行く。軍を交代させろ。しかしこの腕の戦いを知らないわけではないだろう。指輪は回収するだけでは意味がない。承知しました。若造、属国出身の分際で偉そう。どうせ妹の身を案じてるんだろう。争うつもりはない。手を貸せ。カンナギ島の救出ルートを確保する。選択の余地があるのか。危険な賭けだが、理解したようだな。やめておけ。交代命令を出している。時間の無駄だ。お前は なぜ帝国を敵に回す？妹を助けるのに理由がいるのか？私とルナ・フレーナは一族の使命を果たすため別々の道を歩んだ。ただそれだけだ。なんだ。以前は義手ではなかったはずだが、かつて私は頼りない王に代わりこの手で闇を払おうと考えた。これはその報いだ。ノクトに力を貸してくれないか？勘違いするなよ。お前と道を共にしているのは利害が一致しているからだ。帝国の狙いは紅葉の指輪にある。指輪が渡れば二人の命が危ない。急ぐぞ。分かっている。遅れるな。ああ、
足を引っ張るなよ。そのままお返しする。問題はない。犠牲だけは認めてやる。ノクティスは真の王には程遠い。このままでは星は闇に覆い尽くされ皆が死ぬ。ノクトは今はまだ王としての自覚が足りないが、決して自分が背負う運命から逃げ出すような人間ではない。その言葉通りであればいいが。ノクト！ルナ・フレーナ。かつて母もルシスの犠牲になった。そして今我が妹までも。ここをどけ。何のつもりだ。無様な王ノクティスをこの場で殺す。邪魔をするなノクティス殿ども。殺す。やらせはしない。守りきれなかった無念さはわかる。だが矛先が間違っている。お前何がわかる。誰しも使命を果たしているに過ぎない。俺もお前もノクトも理屈だ。お前に言っていることは何もかも。うわノクトを殺せばルナ・フレーナ様の思いまでも殺すことになる。妹はもう目を開くことはない。立ち塞がるな。お前からだ。ノクトは偶然に選ばれた王ではない。ノクトだからこそ敵が選んだ。ならばその間違いを正す前だ。お前なら分かるはずだ。親を失ったノクトの気持ちが。戦後さえ失ってもなお進み続けなければならない。その辛さが。そんなものを。分かっていた。使命を果たした。お前に後悔などないのだと。だがわずかな間でも愛する者の隣で笑うささやかな望みを叶えてやりたかった。綺麗な花嫁になっただろう。こんな日は死してもその使命から解放されることはない。それすら後悔しないのだ。こいつを行くな。ルナ・フレーナ。残される俺は。
イグニス！グラデオ！一人か？プロンプトは？絶好のチャンスかな？アーデン！あれ？バレちゃった。ここまでお疲れ様。何を言っている！ノクター！へえ、すっかり仲良くなったね。無茶なことは。ノクトは無事か？無事だ。お前が守り抜いた。そうか。イグニス、どこだ？ノクト、イグニス。死ぬな、生きて。お前の使命を果たせ。ノクト！イグニス！俺は俺の決着をつける。ノクティス、待っているぞ。やっとここまで来られたか。ああ、プロンプト、グラディオ、イグニス、この10年、今日この時のために準備をしてきた。みんなで決着をつけよう。俺たちは常に胸を張って生きる。